前さ、俺はどんだけバナナ愛してるか分かってないっしょ。興味ない。俺がさ、いつもバナナネタするのはさ、なんでか分かる？バナナが好きだから。そのままやめ。そのままじゃんかい。ちげえ。え、じゃあなんだ。俺が好きになった理由は、お母さんがバナナダイエット始めてからの。は？お母さんがバナナダイエット始めてから、うちにバナナがいっぱい大量に発生したから俺がバナナ大好きになったんだよ。いや、だから好きだから食べてるんでしょ。とにかく、とにかく勝負。俺どっちの方がバナナ愛してるか。だから何、いくつ食べんの？107本ここに揃えてるから、どっちの方が食えるか勝負。まあ、小さい大きいあるから、まあ、小さいのばっか食ってるとせこいやろだって思われるわけだから。うん、うん、よし、じゃあ勝負。吐くにゃお前もな。よし、食うぞ。お前、ホットドッグの早食い選手権じゃねえだろ、これ。キモじゃん、マジ。こっち見ないで、ほんとこっち見ないで。食ったら、後に持ってんの。いや、うーん。当たり前だよ。早く食いすぎる。まだ3本しか食ってねえ。ミキサーに入れて飲むとかダメなの？あ、じゃあ変更しよう。どんな手でもいいからバナナを食う。何早速ミキサーに入れてんの？お前汚ねえよそれ。ミキサーどこ買ったな、これ。俺もそれ使うから。あ、いいよ。あれ少なくない？お前ね、そっから飲むね。俺も使いてえのにさ、汚い。じゃあミキサーは1回しか使っちゃダメ。1回しか使えない。なんでそんな変な。なんでそれ使ったらつまんないじゃん。食ってる気がないじゃん。バナナの紙に失礼だ。確かに。だから1人1回。俺は後で使う。おい、食うよ。PDS 株式会社。